金沢市、県六園。12月新潟市のウォンズ日本海側気候の地域日本海側気候とは、日本の日本海側の冬型気候の特徴をなすもので、ある。日本海岸式気候、日本海側の気候とも呼ばれる。欠片の気候区分では、温暖湿潤気候が中心であるが、北海道の大部分と東北地方北部の一部は、亜寒帯湿潤気候である。 梅雨の他に、西高東低などで北西からのモンスーンが吹いている時は、降水日数が多くなり、風が弱い時や南東からのモンスーンが吹いている時は、降水日数が少なくなる。モンスーン以外にも海からの湿った風が強い時に、降水日数が多くなる傾向がある。気温は、南高北低、沿岸部ほど温暖で内陸部ほど比較差、年較差が大きい。 日本海側気候の地域は、北海道及び本州の中央分水海周辺とそれより、日本海側に分布する。お島半島から東北地方にかけては、その境界は、那須火山帯が担う。日本海側気候の多くは、豪雪地帯、特別豪雪地帯である。北西からのモンスーンは、日本海を渡る際に、暖流の津島海流場で、 水蒸気を蓄えて山脈に浸かるために本海側は、降水が観測される。地上の気温が、摂氏0度未満または、地上の気温が、摂氏0度以上であっても、上空1500メートルの気温が低く、摂氏6度未満、または、上空5500メートルの気温が低く、摂氏30度未満で雪となり、上空1500メートルの気温が低く、摂氏12度未満、または、 上空5500メートルの気温が低く、摂氏36度未満で大雪。さらに、上空1500メートルの気温が低く、摂氏16度から低く、摂氏18度未満。または、上空5500メートルの気温が低く、摂氏40度から低く、摂氏42度未満で豪雪となる場合がある。冬季はこのために、降水日数が多い。日本の中でも、 仮雪地帯として知られる地域の多くがこの気候に属し、実際に豪雪地帯、特別豪雪地帯とほぼ重なる。日本海沿岸部では、周期から冬季の雷日数の多さも特徴といえ、年間平年値をとっても日本全国で雷日数が顕著に多い地域である。冬季の雪の降り方は地域により多少異なる。これには、 シベリア高気圧からの寒気に伴う筋状の雲の分布や気圧配置、風向、季節風の動向等の所要素が影響しており、分類としておおむね山雪型と里雪型とに分けられる。大雪の目安となる条件を満たすと大雪になることが多いが、海岸に近い地域ほど風が強いため雪は積もりにくい傾向がある。新潟市周辺は 他の日本海沿岸地域に比較すると降雪日が多い割には積雪量は比較的少なく、これは越後平野が大きく明けており山間部から離れていることや佐渡島が北西の季節風を遮る役割を果たしているためと考えられている。他、局地的に積雪を観測する場合もあり、例えば積雪3 0トルの地点から5トル。 離れただけで積雪がないということもある。島根県岩見地方と山口県北部は湿気を含むための海上区間が朝鮮半島によって狭くなっているため大雪になることは少ないが降雪日数がやや多くなる。また、太平洋側気候のうちの九州型とされている山口県西部、九州地方の津島海峡、東。 シナ海沿岸でも山陰地方と同様の傾向を示し、冬の降水日数がやや多くなる。これらの都市の交通網は、関東異西の太平洋側と同じく積雪に対し脆弱で5センチメートル前後の積雪であっても、交通機関に乱れが発生する。その一方、降水日数の最小月は夏季となり、気温も比較的高くなる。 金沢市の場合、1ミリメートル以上の降水が、観測される8月の降水日数は平年値で8.9日であり、平均気温は平年値で、摂氏27.0度、観測史上最も暑い夏になった2010年は、摂氏29.3度に達し、他にも、同位度の太平洋側と、同程度かそれ以上の値を示す地点が多い。秋田、山形、新潟などの県では、 春から秋にかけて、大雨山脈や山国山脈を越えて吹き下ろす気流により、フェーン現象がしばしば発生し、特に生活期には猛暑日になり、極端な時には摂氏40度を超す高温に見舞われる。例えば、1978年8月3日には、山形県酒田市で摂氏40.1度を記録した。フェーン現象による高温や山火事、 積雪が多い地域での春先の雪崩はこの地域に多い災害であり注意が必要である。日本海側気候は細かく3地域に分割され、それぞれの地域は次の通りである。ただし、地形や標高などの関係で当てはまらない地域がある。冬の好天の印象が先行するが、視点を変えて雪を逆手に鳥産業資源や観光資源として活かす試みも行われている。 雪解け水を水力発電に活かしている例が、その代表であり、特に、北陸地方は、日本の電源地帯とも言われる。観光資源としては、各地の雪祭りや世界遺産、白川郷のような冬景色、立山黒部アルペンルートの雪の壁や雪を貯蔵して、おいて、夏休みに、都会で公開する例など、多く挙げられる。豊富な降水量は、 夏季の活水対策になっている。地形等の関係で、夏季地域でも、多気候を示す地域があり、逆に、夏季地域以外でも日本海側気候を示す地域がある。気象庁、気象統計情報より、降水日数は1ミリメートル以上宮崎の地理、第三節日本の気候、ウェイバックマシン。ありがとうございます。